会議を開きます。お諮りいたします。内閣から人事官原子力委員会委員公益認定等委員会委員公正取引委員会委員公認会計士監査審査会委員公害等調整委員会委員長及び同委員日本放送協会経営委員会委員中央公正保護審査会委員日本銀行政策委員会審議委員労働保険審査会委員中央社会保険医療協議会公益委員社会保険審議会審査会委員及び原子力規制委員会委員長及び同委員に次の職務を任命することについてそれぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。内閣からの申し出中まず人事官に伊藤桂君を公益認定等委員会委員に生野浩二君を公正取引委員会委員に吉田靖君を公認会計士監査審査会委員に勝尾優子君を公害等調整委員会委員長に長野敦夫君を同委員に加藤和美君を日本放送協会経営委員会委員に大草徹君を中央厚生保護審査会委員に岡田隆之君を労働保険審査会委員に菅野俊子君を社会保険審査会委員に遠藤真澄君を任命することについて申し出のとおり同意を与えるにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よっていずれも同意を与えることに決まりました。次次に原子力委員会委員に遠藤由紀子君を公害等調整委員会委員に神谷和子君を日本放送協会経営委員会委員に明石信子君及び関八義弘君を原子力規制委員会委員に杉山智之君を任命することについて申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。次に日本放送協会経営委員会委員に村田浩二君を原子力規制委員会委員長に山中伸介君を任命することについて申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。次に日本放送協会経営委員会委員に榊原和夫君を労働保険審査会委員に室井澄子君を中央社会保険医療協議会公益委員に永瀬信子君を任命することについて申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。次に日本銀行政策委員会審議委員に高田はじめ君及び田村直樹君を任命することについて申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。日程第一、国会議員の選挙時等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を